はい、どうも、さきです。今回の動画ではですね、認知症で苦しむ、あなたがですね、こんなふうなことを陥ってませんかという、そういうお話をさせてもらおうかなと思っております。〇〇でないといけない、〇〇でないといけないというふうに思ったことはありませんか？まあ今もね、思ってるかもしれません。例えばですね、今日うちに来てくれたご家族さんといろいろ話しさせてもらったんですけれども、その中でこんなフレーズを聞きました。これ、施設ですね。はい、施設の入所は、しない方がいいと思っていたとかね。はい、言ってました。認知症の方ね、症状出ている方は、今までずっと住んでたお家から、施設を入所することで、住む環境がね、ガラッと変わってしまうわけじゃないですか。それらに対応ができなくて、落ち着きがこう、出なくてですね、症状悪化につながるだとかな。これのことも言ってましたね。薬はもう絶対やめないといけないと思っていたとか、パンは絶対やめないといけないと思っていたとかね。それもそうなんですけれども、ご家族さんの中ではですね、これを極端に実行しようとする人がいるんですね。〇〇でないといけないと思うことによって、はい。これはでも、ちょっと微妙かなというお話です。じゃあどうすればいいのかというとですね、少しずつこう徐々に段階を踏んでやっていくのがいいのかなというふうに思うわけなんですね。はい。これら3つ、今回の例に挙げたわけなんですけど、例えばね、施設さんも、施設さんからすると、なんでしょうね、入所をすると、絶対こう症状が悪化するかっていったら分かんないですよね。先ほども言ったように、人によって反応が違うと思うんで、はい。悪いと思っていたから、絶対やらないとか、そういうふうじゃなくて、もし施設入所の方が、あなたの家にとってですね、あなたの家庭にとって、それがね、円満というか、はい、本人さんも含め、周りのご家族さんも含め、入所する方が何かと、いい環境になるというんであれば、施設入所もいいと思うんですね。はい。まずはちょっと試しの期間として、なんでしょう、ショートステイとか。はい。そういった、なんでしょうね。まずちょっとなんかお試しで、他のところに泊まらせてみるだとか、はい。してみたり。はい。で、薬に関してはですね、もちろん認知症の薬っていうのは飲んでても効果がないからって言ってバスッとやめるとですね、例えば服薬期間がね、結構長いこと飲んでたのに、いきなりこう薬をやめるとですね、なんかこう反動が来たりだとか、はい。そういうことも考えられたりするんで、こう徐々にですね、なんだろうな、徐々に、こう減らしていくみたいなことをね、すべきかなとも思うし、これはパンも一緒ですね。パンもこうグルテンがね、体に悪いからって言って、大好きだったパンをですね、もう今日から一切食べてはいけませんっていうふうにするとですね、それはそれでストレスになってしまうし、なんだったらね、多分ね、なんでしょう、禁断症状みたいなのが出てですね、余計なんか後日パン食べ、めっちゃ食べたいみたいなふうにね。何が言いたいのかというと、極端な変化ではなくて、こう段階的に、に、やっと取り組んでいくっていうことが、結果的にですね、その人をの改善につながっていくっていうのが、あるんじゃないかなというふうに思います。はい。特にね、施設入所に関してはですね、入所をもういきなりこうバスッと決めてしまうとですね、後からもう取り返し効かなくなりますからね。はい。だからこれだけちょっとなんかニュアンスが違うかなと思うんですけれども、はい。だからこそですね、ちょっとですね、段階を踏んで試しながら、こう取り組んでいくっていうことがいいんじゃないかなと。はい。どんだけね。